皆さんこんにちは、亀の子私です。今回の放送は少しセクシーな表現が含まれます。でもちょっとこれはね、大事かなって思ったので思い切って収録することにしました。それではよろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは、亀の子私です。はい、こんにちは。ちょっとね、冒頭からね、ちょっとね、今回入れさせていただいたんですけど、いやー、盲点でした。あと盲点だったのと、これ自分男性やからかな、まあ、女性の方でも、まあ、そう思うかもなんですけど、男性ゆえの葛藤みたいなのがちょっとあったりとかでね、ちょっとね、なんか今もこれ放送しながらもちょっとね、手に変な汗かいたりしてます。はい、一体何が起こったかというのをね、ちょっとね、紹介していきたいと思います。はい、じゃあ登場してもらいます。はい、はい、登場してもらいました。はい、おなじみのね、あのミニスイーツドール、通称アマムスのね、表情違いスノーバニラの楓ちゃんです。まあ、先日お迎えした楓ちゃんなんですよね。でね、このポシェットありがとうございます。これプレゼントでいただきました。素敵なね、このタンポポのポシェットです。はい、もう服にもぴったりです。でね、もうね、あ、服もね、いい感じになって、ウィッグも合いますしね。で、靴もね、あの前回紹介させていただいたように、あのデフォルトの靴からね、あのこのね、ポシェットともね、服とも合うね、このこだわりのシューズをね、揃えたんですよ。で、あとはね、ここにね、なんかブレスレットがね、なんか着たいとかしたらね、もう完成かなみたいな形の話をしていたんですよ。そしたらね、ちょっとね、おや、まさかということになったんですよね。そうなんですよね、この子なんですけどね、履いてなかったんですよね。そうなんですよ、この子ね、履いてなかったんですよね。これ届いた時にね、この服に合わせてこの靴下がついてたんですよね。なんでね、まあ履いてるかなって思ったりもしたんですよね。で、ドールとか、まあ自分はあんまりそのフィギュアとかをいっぱい家に持ってる方ではないんですけど、まあなんか白く塗装してあるかなとかね、なんか思ったりとかしたんですけど、まあどうしようかな、ちょっと見てみようかなとか思ったら、いや、ちょっと見るんはちょっとね、あのちょっとあれかなって思ったりとかなんかしながらもね、ちょっと確認したらね、入ってなかったんですよね。で、まあ、入ってないんはね、ちょっとね、まあ、入ってないドールっていうんでずっとやってる方もいはるかもですし、まあドールはいいかなみたいな考えもあるかも、なんかいろいろあるかもしれないんですけど、やっぱりね、これはね、ちょっとね、外にもね、イベントとかでね、一緒にお出かけしたいなとか思ってね、ちょっと後でまた紹介するんですけどね、あのこの子のね、お出かけのね、入れ物っていうのもね、ちょっと仕入れたりもしたんですよ、自分で。
一緒にね、やっぱお出かけも外にもしますし、毎日ねこの下のアングルからねなんか見えてしまうこともあるかもしれないんでね、やっぱりこれはね書いておくべきかなって思ったんですよね。でね、まああるんかなとか、なんかねちょっと調べもちょっとねなんかちょっとドキドキしながらねちょっと調べたら、なんとねあるんですよね。これびっくりしました。この帯つボディ、まあこの体のやつですね、この帯つ社製が出してるこの帯つボディ用のパンツが売ってたんですよね。でね、もうこれね今すでにね1個ね履いてもらってます。なんでねちょっとねここにねこれちょっと開封後なんですけど、1個ねちょっともうすでに履いてます。で1、2、3個ついてたんですよね。でね1,404円、まあそれ送料とかあったりとかしたんですけどね、もうほんまねこれぐらいのパンツ普通に人間用でもあるかなぐらいのね、割としましたねで、いやでもねやっぱ手に入れられたら良かったなと思います。でね、パンツの方もねこれね結構ねしっかりねなんか複雑な気分だななんかねちゃんとこの折り込んであって縫ってあって可愛いリボンみたいなのがついてます。はい、という感じでねしっかりしたねこの作りになってるやつなんですけどね、早速履きました。履くときにね一回シューズ脱がなあかんかったりとかね、なんかちょっといろいろしたんですけど、まあ今綺麗に履くことができました。さすが純正だけあってねサイズもぴったりです。これもしかしたらね自分ドールイベント行ったことないんですけど、行ったら多分作ってはる方いるかなと思ったりもします。でねやっぱりねこの楓ちゃん女の子なんでね、このまあブラと言いますかね、なんかこのキャミソールじゃないですけどね、なんかそういうのもね今 ないしうまいことちょっと検索できんかったんですけど、ちょっといつか手に入れてあげたいなって思ったりもします。はい、というところがねちょっと申し訳ない盲点やったんですよね。でちょっとねイベントも近かったんでね、ちょっと急遽まあないかなと思って探してね、まあ間に合ってまあなんとかなったんですけど、まあ、またこのパンツももっと綺麗なんがね、もしかしたらこんなねレースのこのフリフリみたいなこんなんも作ってられる作家さんもいはるんで、綺麗な下着もあるんかなみたいな感じもします。まあもちろんこれもねすごい出来がいいんですけどね、まあ、ということでねちょっとねちょっとしたったんですよね。ほんともうほんま気分的にもなんかもう気づいた時もあっていう形やったんですけどね。はい、まあちょっとね、まあ彼女女の子じゃないですか、それをねちょっと男のねドールオーナーなんですけど履かせてあげるいうもね、なんか独特のなんか気持ちになったりとか、なんかね なんかね いろいろちょっと複雑な気持ちにはなったんですけどね、まあでもこれはね多分大事なねことやなと思ったんでね、ちょっと今回は動画にしました。まあ同じことでねちょっとね心の葛藤をねなんかされるドールオーナーさんとかね、なんか初めての方とかもいはる思うんですけど、ちょっとね自分の中ではすごいちょっといろんなね今まで経験したことのない感情が渦巻いたり、ちょっとね葛藤みたいなのがありました。まあでもな、無事、でも無事ね、こうやって、もうあわあわしてるな、自分今も。ちょっと落ち着かなあかんね。はい。まあね、無事にね、下着も、一応手に入れたっていう形の、報告でした。という形で、まあ、動画の方、終わろうと思います。はい。まあ、この動画が、まあ、よかったね。よかったと思う方は、まあ、グッドボタンを押していただいて、で、まあ、動画の方はチャンネル登録してもらうと、まあいろいろ順もできること増えるかなと思ったりします。はい、ということで今回はちょっとねこの下着の
ちょっとセクシーな表現を含んだ回でしたけども、まあちょっと大事かなと思って放送させていただきました。じゃあ、そういうことでありがとうございました。バイバーイ。はい、じゃあ、楓ちゃんも、はい、バイバーイ。